札幌からロンドンってほぼ鉄道で繋がってるのを知ってますこの札幌から北に行くと、稚内まで鉄道は宗谷本線で繋がってるわけですけども、この上のサハリン、サハリンも結構鉄道がいっぱいあるんですよ。普通にここ鉄道が走ってるんですよね。で、この横の、 ここ、ここもロシアなんですけど、このワニノっていう街にバイカルアムール鉄道っていう鉄道がすでにあるんですよね。そのバイカルアムール鉄道はもうヨーロッパまで線路がつながってるんですよ。なのでこのワニノとこのサハリンの間のこの辺りに橋もしくは海底トンネルを作って、で、さらにこのサハリンと枠内の間にまた橋もしくは海底トンネルを作ればもうヨーロッパまで鉄道つながるんですよ。 で、もうちょっといろいろ話があるんですけど、1分で足りないので、コメント欄に URL 貼ってます。